おはようございます。おうち大好き、蛍原の香織です。この9時開始、ツイキャス生配信では、掃除や片付けのサークル、おうちの美化委員のお題紹介や、お題に沿った掃除や片付けをお送りしています。今日は、今月のお題にはなかったのですが、包丁がもう、切れ味が悪くなったので、道具のお手入れということで、包丁研ぎを今からやっていきます。もう20年ぐらい使っている研ぎ師です。で、やり方は、それもやっぱり20年ぐらい前にテレビでやっていたのを見て、で、そのやり方をずっとやっています。で、この研ぎ師なんですが、30分以上水につけて、これに水を含ませていました。で、またこう乾いたな、表面乾いたなって思ったら、こう水をかけながらちょっとやっていきます。で、まずこっちから行くんですけど、そのテレビでやってたのが、こっちをやるときは10円玉3枚分ぐらいなので、指1本のこの厚みぐらいを斜めにする。わかるかな？この角度ですね。この石に対する包丁の角度が指1本入る分ぐらい、10円玉3枚分ぐらいの幅のこの傾き度にして、で、何回ぐらいしようかな。200回ぐらいしようかな。今日ちょっとだいぶしてなかったので、ちょっといきますね。まずこの面、端っこから。150回ぐらいいけました。そう、今日は包丁を研いでいます。20年ぐらい前に見た、テレビで見ているやり方をずっとやってるので、今日はそのやり方、いつも私がやっているやり方も自己流ですが、ね、これが合ってるかどうかはわからないけど、ずっと今までやってたやり方をやっています。200回しようかなって思ったけど、150ぐらいで良さそうなので、ちょっと150でやめときますね。で、今ここからこの分だけいったので、次この真ん中部分でいきます。同じです。角度はこの石に対しての包丁の傾き角度は、ここの中に10円玉が3枚分ぐらいが指1本分ぐらい入るぐらいの幅を傾けさせといていきます。あ、星さん、おはようございます。X さんもおはようございます。あ、X さん、今日はゆっくり見れないので挨拶だけでした。ありがとうございます。わざわざ忙しいのにすいません。いつもいつも今日はもうずっと包丁研ぐだけなので大丈夫です。もう一人で無言でやろうと思ってました。また来ますってありがとうございます。フルーツ嬉しい。いっぱい。ほっしーさん、包丁を研いだことないですって。そうなんですね。もうずっとこれです。で、ちょっとこの
この石は30分以上水につけてたんですが、こうやってやってると乾いて、表面乾いてくるので、ちょっと水をかけながらまた行きます。で、この真ん中部分また150回ぐらい行きますね。これで150いけました。あ、エクスさん拍手までありがとうございます。そうで、ここ行って、ここ真ん中行って、ここ、次最後ですね。またちょっとかけますね。でまた同じです。角度は10円玉3枚か指が入るぐらいな幅、角度にして、このままずっといくだけです。150いきますね。150です。あ、星井さん、どれくらいの頻度でやるんですか。どれくらいかな、切れなくなったらなので、切れ味はもうゴシゴシしてるので、3ヶ月、 2、3ヶ月、4ヶ月ぐらいですかね。どれぐらいだろう、半年ほど長くはないけど、1ヶ月に1回とかでもないしって感じですかね。なるほどって、ありがとうございます。そう、切れ味悪くなったなって思ったら研いでます。だから本当は簡単なやつね、なんか簡単なこう通すだけですできるシャープナーかなんかありますよね、あれがいいかなとも思うんですけど、そう、これがもう買っちゃったからなと思って、このままずっと続けています。そう、星井さん、結構長持ちですね。長持ちです。そう、20年使ってるから長持ちです。いいのかなって思いながら使ってますね。一応切れるようになるので、そのまま使ってます。そうで、今こっち側こう向きで行きました。ゴシゴシ行ったんですが、今度こっち向きをするんですけど、またちょっとお水を足しますね。
で、今度は10円こと、この角度が10円玉1枚分ぐらいなので、ほんのちょっとですよね。そしてこうせずに一方向だけ、こっち手前にやるだけでやって、そして3分の1、こっちでやった回数の3分の1でいいので、150やったから50こうやっていきます。なのでこの薄いですよね、10円玉これぐらいの角度で50、同じです。3分割したので、今端っこしたから今度ここ真ん中のところを同じ10円玉1枚分ぐらいの角度で手前にこうやるだけで、こっちで下のとの回数の3分の1の回数なので、これでいきます。50ね。私めんどくさがりなので、シャープナーで、そうねえ、私もめんどくさがりなんですけどね、これはやってますね本当はシャープナーね、シュッてするだけなんですよね、シャープナーって。きっとそうなので、そうしたいんですけどもね。で、同じですね、この3等分の幅の最後、ここで角度は10円玉が1枚入るぐらいの薄い角度で、こっちでした回数の3分の1なので、150こっち行ったからこっちは50手前に引くだけです。ゴシゴシいかない。手間かけて偉いってねえ。で、やっぱりちょっとこれ切れるかどうかを見たいので、ちょっと一回洗って、ね、チキンカツオのお弁当の準備でチキンカツオをしようと思ってたので、鶏肉を切ってみようと思います。ちょっとマイクを外して包丁を洗って、包丁を洗って鶏肉を出していきますね。ちょっと待ってください。
待たせしました。星井さん、土曜日もお弁当を作るんですか？そうなんです、今日も作りました明日もです。で今日は、冷凍しとこうと思っても衣までつけて冷凍しようと思っているので、その分のチキンカツなので、普通晩ご飯にするんだったらこう開いて厚みを整えてから大きめでね、これ2枚分ぐらいにしかしないんですけど、お弁当なのでちょっともう小さくこのままそぎ切りにいきたいと思います。星さんは今日休日もは大変ってね。そう、3人分作らないといけないんですけど、毎日でもその休日もいる人いらない人が出てくるので、3人全員お休みってなかなかならないですね。なので3個は作らないでも1個は作らないといけないみたいな感じになる。あ、切れる切れる、よかった。切れなかったらどうしようと思ってました。よく切れます、切れる切れる、よかった。そうそうです、そうです。おしーさん、私平日だけで時々買いたくなりますって。いいねー、ほんと、もうお金渡したい時もあるけど、でもね、なんとなく作ってしまいますね。よかった、よく切れます、切れるようになってる。前は何の時だったかな、もうゴシゴシして切ったのでよかったです。これでスッと開けます。ね、スッと一発で切れるので快適です。よかったじゃあよかった、18分、結構早かったですね。今日は包丁研ぎをしました。道具のお手入れということで、おうちの美化院のお題、今月のお題にはなかったんですが、ちょっとお手入れをしていきました。包丁研ぎ、なんかこれをチキンカツになりそうな感じなのでこっちに出しとこう。包丁を研いでいきました。そう、20年前にテレビでやってたのをそのまま今もずっとやってて、これも20年前のそのままです。30分以上水につけて、水を含ませておいて、こうやって乾いてきたらまた水をかけながら研いでいきました。こっちにこの両面研ぐ時の刃が向こう側になる時は、10円玉3枚分、指1本分が挟まるぐらいの角度で行ったり来たり、多分テレビの時は100回ぐらいで終わってました。100回やってっていう感じでしてました。今日だいぶ研ぎが悪かったので150やりましたけど、そのやり方でいいんじゃないのかな。そのね、切れない程度で、切れない度合いで回数多くしてもいいんじゃないかなと思います。わかんないけど、自己流です。で、3等分、このいっぺんにはできないので、包丁を3等分して、この端っこ左右と真ん中でして、ずっと往復トギトギしていって、で今度こっち側の時には角度は10円玉1枚分の、もうほとんど平行な感じで、でゴシゴシせずに一方通行、そしてこっちでやった回数の3分の1ぐらいの回数で研いでいきました。自己流ですが私の包丁研ぎでした。おしーさん、お疲れ様でしたって、ありがとうございますそう、終わりました。よかった。どうしようかな、チキンカツ10時からするかもしれないし、もうそのまま配信せずにするかもしれませんが、一応これは包丁研ぎは、この回はこれで終わりにします。今日も最後までありがとうございました。ほしーさんもなんかね、研ぐだけなのにずっと見てくださっててありがとうございました。ほしーさん、また来れたら来ますって、ありがとうございます。
最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた、乙葉の香りでした。